はい、半負けの本家の半魔陽先生です。還暦を過ぎましてね、去年ですね60歳を過ぎまして、気がついたこと、重大なことをちょっとお伝えいたします。年取ってね、よく死ぬ人多いなというのがね、いろいろと分かってきましたね。前はね、寝ればなんとか体の調子をね、治せたんですけども、もう還暦過ぎちゃうとね、寝ても治すのが大変だというようなことがね、よく起きます。それでいろいろなね、体のトラブル見たら、めちゃめちゃちょっとしたことのバランスで改善に戻すことがね、非常に難しいんですよね。若い時にはね、全然自然に治ったもんなんですよ。寝てれば、寝ることができればね、若い時は寝ることもできなかったことがあるんで、相当ね、そういうのは苦しいんだ。逆に言えばね、還暦過ぎますと、余裕ができるから睡眠は取れるんですよね。お金はないけれども睡眠は、時間は取れるということでね、そこら辺は若い時と違って睡眠、体の調子が悪くなって睡眠も取れないと、仕事が忙しいと、ね、仕事忙しいのは変わんないんですけど、もっと忙しくなるんですけどね。こういう状態というか、しょっちゅう体の調子が、異変が起きるんですね、年取るとね。体の壊れてるところがいろいろと、こんなに歩いてとか、こんなに体使ってね、若い時は良かったけども、実は良くないんですね、あんまりね、若い時も。あんまり動くようなことしちゃいけないんだけど、これも分かってきたんだけども、後に来ますね、その失敗を。無意味に体を使って動いたところはもろ壊れちゃうですね。簡単に壊れちゃいます。年取るともうどうしようもなくなっちゃいますね。で、この時にね、どこ説明できないんだけども、これで死しこういう年代で死んだ理由っていうのは、のはね、これはもうね、こういうふうな時にでしのげるかっていうことですね。私もしのいだけども、これしのげなかったら死んでるなというなことがよく来るんですね。とこれみんなしのげないじゃないかって、難しくて、体の不調、年取って壊れてる時に、こういう状態で体が悪くなった時には必ず起きるんですね。対処方法難しくて分かんないし、人によって違うからね、分かりませんけども、これ誰でも治せないな、この時に死ぬ人は死んでるんだなと分かったんですね。体の調子が悪い時にね、還暦過ぎてから体こういう状態、これ教えることもできないし、全く先輩とか人間たちは教えないですね。教えるきりがないだろうね。で、分かんない、また分かんないんでしょう。ね。まず分かったのはね、足をよく使ったりしてて、で平気で、一日中立ってたり仕事してたと。ね。そんな時の足というのはね、
年取って後になるとね、恐ろしい状態なんですね。足が固まっちゃうんですね。固まっちゃうというかね、冷え性になっちゃったりして、自分で、で放置したら足がね半凍結しちゃうんでね、と切断しないといけなくなっちゃう。これね、ほとんど知らないと、還暦過ぎて登山はダメですよ。僕なんか若い時はジャンボリーとかボーイスカートカブスカート入ってたんで、若い時は登山もしてたりして、荷物重たいの、自分の体ぐらい重たいやつをね、リック背負ってね、八ヶ岳とかキャンプ行ってね、でそれもね、台風の時にも行きましたからね、そんな経験あるんですよ。あと水泳は3キロ、6キロ、6キロとかね、中学生の時はね、水泳6キロ遠泳ですね、2回やって3キロ遠泳1回やったりとか、あと、高校の時は世田谷大会に、ね、選手として出てましたからね。でそういうことで気がついてたことはですね、還暦過ぎて、あ、この状態の体調は治せない人はみんな死んじゃう、ここで慌てちゃったらみんな死んじゃうんだなというような体の不調ですね。これが分かったですね。これ簡単に治んないね。前若い時は寝ればなんとかなったんですけどね、これね、体はちょっと動かさないといけなかったりとかね、間にそういうことしないとね、ダメなんですよ。ただ寝てるだけじゃ治んないんですよね。足だけ動かしておかないといけないとかね。